その程度の実力で余とリベルレギスをどうにかできるとでも思っているのか。強がりは踏んだですよ。だが明日いかにあなたといえども我々6人を同時には相手できますまい。それも儀式でかなりの魔力を消耗し、さらには不意を打たれた今のあなたならなおのこと。さらばです、グランドマスター。我が同胞諸君、諸君に残念な報告がある。大同士マスターテリオンは我々をたばかっていた。クトゥルーの復活は我々の理想郷を創造するためではなく、彼自身の歪んだ狂気、世界を滅亡させる望みのためだけに行われたものだった。彼は我々をも見捨て殲滅するつもりだったのだ。我らアンチクロスは反逆者マスターテリオンをここに断罪した。今後ブラックロッジ前進とは最高幹部アンチクロスの指揮下に入るべし。各員この混乱を収拾すべく速やかに対処せよ。邪魔者がもう一匹いるな。
まずい、まずすぎるぞ、クロー。大竜にクロ、あの時の屈辱の礼をさせてもらうぞ。つもりだ。危険サンダルフォン、お前もこんなことをしている場合ではないはずだ。まだ分かってない、メタトロン。お前を殺すことだ。それ以外のことなど知ったことか。貴様との決闘以上に優先すべきことなど俺にはない。
海神オーガ、無勢を多勢でいたのに覚悟。なかなかやるねえ、第十二クロカード損傷率 74%。
魔力の供給率 36% なお下がり続けています。危険です。活動停止が近づいています。チェックメイトだよ、第十字候補。正義の味方ごっこはここで終わりだ。本当は君を炙り物にしたい者も何人かいるよ。相手に多くの余裕を見せるのは得策ではない。まして相手がかのマスター・オブ・ネクロノミコンならばなおさらのこと。とりあえず地べたに這いつくばる君を楽しむことで満足してもらうぞ。ではさようなら。おいおいおい、やばいんじゃないのか。待てアオベオタン、デモンベインは我が輩の獲物。ダーリン、ブレオ嬢様、
来る。マスターテリオンに大十字クロー、これで邪魔者はいなくなった、いなくなったぞ。そうだ、我々の天下だ。世界は我らアンチクロスのものだ。ちょっと早すぎるよアーグストゥス。もうちょっと楽しめると思ったのにさ、つまらないの。ま、こんなもんだろうけどさ。お前はまた俺を侮るか。俺を見ろメタトロン、俺だけを見るんだ。
加減にしろ、サンダルフォン、そこをどけ。そうだメタトロン、それだ。そんなお前が見たかったのだ。さあ殺し合おうでは。どこまで俺を嘲笑えば気が済むつもりだ。殺す、絶対に殺してやる。誰だ。私だよ、サンダルフォン。ベスパシアヌスか。後にしろ、今取り込み中だ。悪いがそうもいかんのだよ。ことの成り行きは分かっているな。結構ならば一度帰還したまえ。我々から今後の話がある。俺には関係のないことだ。邪魔をするな。サンダル、君はアンチクロス全員を敵に回すつもりかね。それに私と行く道を違えることは君にとって有益なことではあるまいて。何メタトロンと戦う機会ならこれからいくらでもあるだろう。いや、むしろこれからが本番と言ってよいかもしれん。ならば楽しみは取っておこうではないか。じらせばじらすほど復讐の喜びは甘美のものとなるだろう。はがくみたまえ、もっともっともっとはがくみたまえ。君の憎悪、その憎しみが君をさらなる境地へと導いてくれよ。さぬき親父が。分かった。そっちに戻れ。メタトロン、お前との勝負、また預けておくぞ。